ですね、うん、養分の元カノと王子が一緒にコラボしてましたはいで右父があの怒ってたね裏切られたとなんか DM のメッセージ来てなんか話ね聞いてくださいって来たんですって来たって右父言ってたんだよ実は俺の方も DM で相談がしたいですって 連絡が来てました。はい。で他にもいろんなとこにあ相談したいですってね、送りつけてた模様です。ええー。いろんなとこでね、相談をね、してます。で、行き着いた先はネットのオジでした。ええー。とりあえず、 ネットの王子は3日間放送してなかったんですけどまあヨコちゃんのとこ行くっていうふうに言ってていいわねふわっちの元カノたち転々としてますクマから始まりマユちゃんそしてヨコちゃん次はウイタンかなええー、そんな感じがしますね、まあ、ウイタンはね根っからの配信者になっちゃったからねで大阪だからなかなかコラボすることできないかもね はい。ということですよ。まあ、でもね、洋子ちゃん、可愛い,いね。普通に。綺麗な顔してるじゃん。養分な。いい女をね。お、付き合ってさ、幸せだっただろうね、これ。まあ、クマの方が可愛い,いけれど、ね。ロビンの方が可愛いいけどね。それはいらんっていうことですね。王子はラムのとこに戻った あ、結局戻ったのちょっとね、俺ね、この部分しか見てなかったんだよ。その後の展開とかは分かりません。戻ったんですかちょっと分かんないですね。一緒にコラボしてたのは見ました。えー、戻ってない。嘘つくなよ、じゃあ、ハトおい、貴様っていうことですね。いや、3日間放送しなかったのは、多分あれじゃないのようこちゃんで一緒に行って、 あの、気分がね、リフレッシュしてたんじゃないうん。一緒にそばずっと行ってほしいみたいな感じだったんじゃないのかなと思うよ。じゃあ、次行きます。ええー。適当なことを言うなよ。だって3日間配信やってないんだよ。まゆちゃんには、ようこちゃんに会いに行くって王子言ったんだから。で、会いに行ったわけじゃん。うん。で、昨日で放送してたわけだから、そんなのもう、 お前ずっと一緒にいたっていうのが普通の自然な考えじゃないシンプルにで。その3日間何やってたのって。エッチしてるに決まってんよエッチやり、やり三枚だよ、お前。予想だけど。<laughs> じゃあ次いきます。はい。次が、ええー、なんとですね、ふわっちで、あの有名な、 えー、ツイッター、有名な、〇〇が有名な方がふわっちに参戦です。〇〇で有名な方。えー、それがこの方です。名前は知ってるかな えー、え、ツイッター十二十二万。多分、ツイッター十二万ということは、まあ正直ね、ふわっちやってる人の中で一番多いツイッターの方なんですけど、ディファーさんがふわっちに参入です。で、どういう